ポチ。YouTube の皆さん、どうも、上白です。はい、というわけで今日なんですけど、お久しぶり、コンビニスイーツとパン新商品でございます。そう、なかなかね、お気に入りの商品がなくて、最近やれてなかったんですけど、今回久しぶりに爆食いしちゃいたいと思います。というわけで今日はこちらで。え？はい、というわけで本日1,2,3,4,8 商品、今日はこちらをいただきたいと思います。準備します。はい、今日なんか緑と茶色で色がすごいおしとやかでいい感じですね。というわけで撮影入ります。早く旅行行きたいな。入られてた今。もうお腹すかすかなんでいただきます。ちょっとじゃあ定番のこれ言っていいですかね。見た目が素晴らしいのよね。これふかふかもっちのクグロフ。はい、うん、いちごホイップって名前だから中にいちごホイップ入ってると思うんだけど、一応開けて確認してみますね。むしゃ。おい、こんな感じで。あら、まあ二段ベッドで。僕昔こういう卵系のふわふわ菓子パンみたいなめっちゃ好きで食べてました。じゃあいただきますね。うん、うん、ま、もくもく。あ、ふかふかもっちのクグロフ。おばあちゃん家にある年季の入ったクッションみたいな、その反発感がありますね。ムニってやってしばらくキュッと縮んでんだけど、1時間後ぐらいにふと見ると、あ、戻ってるわみたいな。おいしい。生地めっちゃふかふかでしょ。でね、クリームたちもふかふかなんだけど、香りがほんといちご畑みたいな感じでスパーンってくるんですけど、でもね、食べてみるとこのミルクホイップと混ざって、そんなにくどくない。これいいわ。久しぶりのコンビニスイーツでちょっと緊張してたんですけど、優しくてよかった。バイトの面接、店長じゃなくてバイトリーダーみたいな。うめえ。星4つぐらい。結構いい感じ。じゃあ次、茶色緑みたいな感じで食べていこうかな。アンブレッド。で、これでけえ。重い。筋トレ初心者の5キロのダンベルぐらい体感ありますね。まあ全然ないんですけど、鎌倉みたいな感じなんで、上だけ取っちゃいますね。はい、オープンカーでーす。おお、こちら、いただきます。うん。うん。こっちも2段ベッド。食べかけですいません。これわかるかな？第一層あんこでしょ？パン生地、ブレッドがいるんだけど、その下にもあんこ。高床式倉庫みたいな二段ベッドですね。素晴らしい。頭の部分。これは素晴らしいね、うん、ただのアンパンと全然違う。2層構造になってるっていうのもあって、すごいしっかりめで、あんこはそれに続行みたいな感じでべったりで、しかもさ、ほんとこれ結構なボリュームあるんですけど、安いんだわな。これを待ってたんだよ。これはね、4点ぐらい。今のはいいですね。僕ね、断然和菓子より洋菓子の方が好きなんですけど、今のはね、ちょっと浮気しそうになっちゃった。うん。多分誰しもあると思うんだよね。でも、我に返ってきました。これ。宇治抹茶チーズクリームサンド。僕ね、コンビニスイーツって、セブン、ファミマ、ローソンの順番で行くんですけど、セブンイレブン最初だからさ、ちょっと控えめで買ってくんですよ。今回はね、ほんと、選ばれしサンド。選ばれサンド。クッキーがしなしなしてて、儚い。一日水につけちゃいましたみたいな、そんな感じです。うん。抹茶が濃厚。びっくりしちゃった。金魚飼ってたさ、水槽ずっと放置してて、苔まみれやみたいな。驚きを隠せません。うん。いいね。抹茶がとにかく濃いんですけど、後から来るチーズ感と、ベストマン！うん。この小ささでこの値段だと、まあ、上白ランキングでいう3ぐらいですね。美味しいんだけど値段とか考えちゃうと、うん、ポリポリポリ。じゃあちょっと間でこちら行きたいと思います。大きなツインシュー。ちょうどね、シュークリームめっちゃ食べたくて、いつも僕が行くローソンさんって新商品発売当日に行くと大体売ってないんですよ。でも今回ね、珍しく売ってて、ありがとうございます。オープン。はーい、ワンルーム2人暮らしみたいな感じで、いただきます。
美味しい。まあ間違いないですね。これで間違うわけがない。まあ今のは星4つですね。単純に僕好みの生地、むにってつかめる感じで、お安い。次こちら、庭庭絶対濃いじゃん。さっきのがあんだけ濃かったんだからさ、これ濃くないわけない。うん、全然悪くない。やっぱ見た目で判断しちゃダメね。普通にいい人。喉に張り付くな。これ抹茶が苦手な人ってああいうのが苦手なんだろうなっていう、そんな味ですね。僕めっちゃ好き。星4つぐらい。これめっちゃ楽しみだったんですけど、パイの実みたいな、パーン、お菓子のパイの実をでっかくしちゃったっていう商品なんですけど、お菓子のパイの実がこの世で一番好きなの。なんて幸せなやつだ。いただきますね。うん、確かに美味しいんですけど、こんなに似てない。あくまでパイのパンですよみたいな、そんな感じがしちゃいますね。これもすごい、はっつくわ。めっちゃボロボロ落ちまくるんで、そういう意味では、まあ3ぐらいですね。うわ、これはすごい。初め濃厚チーズなのにだんだん香り豊かな宇治抹茶広がるお抹茶チーズケーキ。しかもこれ、めっちゃブニブニ動くんですよね。盆栽。これは盆栽だろ、さすがに。まさか食べ物とは思わないでしょ、これ。このままポンって置いてあったら。いただきます。うわ、濃厚だ。ほら。あは。ふんふんふん。いいね、いいね。一番食べやすいですね、この3つの抹茶の中だと。これは星4ぐらいですかね。最後でございます。お待たせしました。パンケーキにプリン入れちゃいました。柔らかい大判焼きみたいな形なんですけど、パンケーキにプリン入れちゃいましたっていう、事後報告。入れてもよろしいでしょうかじゃなくて、入れちゃいましたてへみたいな。なので厳しく審査させていただきます。はい、むしゃり。こんな感じ。本当にプリン、しかもなんかめっちゃ固いプリン。うん、いいね。うわ、本当見かけ通りめっちゃ固めのプリンで、でその分外側の生地たちめっちゃ柔らかくて、食べて超楽しい。卵の黄身食べてんのかなみたいなプリンなんで、ごちそうさまでした。はい、てなわけで今回一番美味しかったやつ、アンデニッシュパン。めっちゃ完璧なので、最後のあのプリン入れちゃいましたなんですけど、僕そもそもプリンがそんな好きじゃなくて、もっと言うと固めのプリンがさらにあんま好きじゃないんですよ。てなわけで皆さん、よかったらお近くのコンビニへ行ってみてもらいます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらこの動画もぜひお願いします。チャンネル登録と評価もよろしくお願いします。あ、ではまた。最近チョコのスイーツ食べてないなと思ってさ、まあ抹茶もいいんだけど、やっぱチョコが恋しいね。うん、コンビニスイーツさん、ぜひチョコ商品たくさん出してくださいませ。またね。